ちょっとね、お疲れなんですが、難易度こんな感じ。じゃあ、アーセナルやっていこうと思います。アーセナル。あ、そうだ。ちょっとね、配信の時はね、この、ポップガード外そう。声がね、遠いから。というか、こうしよう。なんか見た目邪魔だな。そっか、そもそも外せばいいんだ、ポップガード自体。で、こんな感じで。そうだ、そうだ。これでいい、これ。よっしゃ、やっていきます。疲れてる。お昼やだ。エバートンか。守備硬いよな、エバートンは。キャプテンはこっちでいいでしょう。で、ロングフリーキッカー、ショート。で、調子は、ブサカサヨが調子いい。あいつは後半からだな。よし、じゃあ行ってみよう。ゴー。エバートンは強いからな。エバートンはね、強いっていうか、骨があるっていう感じ。これがね、俺が考えるベストメンバーの完成間近。オーバメヤンと、あと誰だろう。誰かを変えたらもうほぼベストメンバーかな。オーバメヤンと、あと右サイド取ってきて、あと左ウィングも取っとかんと。左ウィング誰がいいかな。よいしょ。で、ハリー・ケインがいるっていうね。キムヒがサイドバックやるって珍しいよなっていう。守備ブロック勝てな。え、オーバメヤンは？オーバメヤンってサイドいるんだよね、基本。ハリケーンいいな、やっぱ。このね、フランキー・デヨングっていい選手なんだけど、点取らないんだよね、面白いから。入った。ハリケーンいいな、このゴールの良さ。珍しいでしょ、ストライカーなんだけど10番つけるんだよね。ゴール前で基本的に何でもできるからね、この人。まあ、センターフォワードをやってるんだけど、じゃあ他のポジションやってたらどうかって言ったら、多分うまくやれてる人。何でもできるかな、これ。なんでデリフトこの前出てんの？ちょっとデリフト。あ、そこで蹴らせろ。オッケー。よいしょ。中盤の数は揃ってる。あとは、まあ、ここでのね、フリーキックは全然怖くない。パス成功率100。アウチ。アウチ。何しとんねん。ウーデゴ、走れ。カウンターきついね、これ。早い早い早い、カウンターは。
ていうか、アーセナルがオランダの選手取るって珍しいよね。ないよね、ほとんど。こっちだ。アウチ。ファール取れ、ファール。ふざけんなよ。プレス。ウーデゴ。オッケー。ん？アウチ。取られてしまった。勝てな守備が。フレンキー・デヨングか、これ。フレンキー・デヨングはバルセロナのね、中盤の選手で。まあ、おっ。うわぁ。切り返せばよかったな。あんまり信用できないんだよな、あいつ。ドリブル能力は。キーじゃない、えというかお前、おっ OK、 はい、何しとえファールだろ、うん、いやー何しとんねんこいつ、万引きですよ。もうドンちゃんいなかったら多分ねゴールになってるよ、なわけないやん。おお、エデゴはうますぎて逆にやばい方向いっちゃった。うんち。オッケー。オッケー、抜けた。おお。シグルドさん、あれ向こうアイスランド代表のやつだな、結構いい選手なんだよな、あれ。うん、エデゴは勝てな、おい反応遅れてる、ハリケーン上手すぎて反応遅れたってやつだ、あれ。はい、オーバーメアン、おう足元が下手すぎた、やばい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 、オッケー、ドンちゃん危なかった、本当に危なかった。そんなに足遅い2人じゃないんだよね。オバメヤン、おうち、またか、足元だったな、綺麗な。オッケー、トーマスバーディー、君引きから、よし、惜しい。トーマス・パーティーはすごいボール取ってくれるな。ちょっとあれ、うん、足元があれなんだけど。ちょっとゲームプラン変えていこうか。誰を変える？サインしようかな。ホランドして、オーバーメヤン、うん、よし、おう腕が、おうち、ナイスナイスナイス、え？どっち？え、そっち？これはいったけど、トーマス・パーティーすごいな、あれボール割りが。
よし、取った。いけると。ああ、いけなかった。いけると思ったのよな。相手のサイドバックあれ早いのか。オーバーマン下手すぎる。このトーマス・パーティーのプレッシングいいな。パスコースを消してロングボールを打たせる。ちょっとよろしくないぞ。誰を変えていく。ちょっとね、アルフォンソ・デイビスがまずは疲れちゃう。それからフレンキー・デヨングがいたのが調子悪いな。こいつ足は左利きか。そうだ、フォーメーション変えよう。これでいい。ブサヨサカで、ニコラ・ペペこっち、またいデリフト、トーマス・パーティー、デリフト？ウーデゴが前。これ崩壊する可能性あるな、一気に。まあまあ。で、まあこれぐらい極端でいいんだよね、もう。1点差を追っかける場面だから。追っかけてないか。1点欲しい場面だから。よし。抜けた、ストライドで。オッケーじゃない。あれ切り返した方が良かったかな。反対に悪くはないんだけどな。あ、腕が痛い。よし。おう、キミッヒがいるからなんとかなるかな。スリーバックのあそこっていうのはなんちゅうか、ああいう感じがいいのかなっていう。こいつら引き分けぐらいだな、多分。あー、惜しい。右足で蹴れるんだったらいいんだけどな。コース消されてんだよな、完全に。おうち。いける。速いのか、あいつ。ひょっとして。
ていうかハメスロトルキスいんのか向こう。うわーうざいあいつ。あ、リューカ・デューインじゃないかこれ。うまいと思ったら通りで守備がしっかりしてるはずだ。残り20分、俺は信じる。ん？うわ、アランだ。やい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 や、よし、さすがキミッヒ、歴戦。あうち、強いぞ強いぞ。あうち、もうこいつらレッドカード出せよ。何、ぬるいぬるいぬるい、レッド出せ。がやっとだ。うわお。ハメスじゃんあれ。じゃあアンドレ・ゴメスか。あいつも一対一で全部負けてんな。よし、シュートか。ふぅ、はぁ、ようやくこじ上げた。よし、腕が、グッド、グッド、相手は、腕が、1点で1点、でかい。うん。ハーランドの速さが最後に来た。ようやくこじ上げた。相手が焦ってきてるから完全に。よし、じゃあ超悲しそう。いやー、ウーデゴがね、俺のアイスだから、もう正式に契約したからね、アースナルと。悪くはなかったけどね。はい、ありがとうございます。ただあのオーバメヤンがね、ことごとく期待外れというか、抜けてるんだけど何もできてない。イングランドリーグ初戦、アーセナル初戦をものにしました。あ、これはもうレッド出せ、レッド。オッケーよ。俺はここのね、速さにかけた。ウーデゴー、いいね、ウーデゴー。これ、ノルウェーコンビじゃねえの？ひょっとして。あ、ノルウェーコンビだ、これ。うん。あー、いや、ウーデゴーよかった。じゃあ、終わります。